こんんにちは金ちはゃ BBH と申します今回はですね、えー、Twitter で話題となっております、ーまー、あ、カですね、エニーカラーについて分析を実施していきます。まあ、前回の、ねえー、動画では、まあ、短期売買ね、あね、非常にあの、まあ、トレードとしてはですね難しいという、ね、お話をしたんですけども、なぜ難しいかというとですね、あのまあ、事前にある程度のですね値、えー、動きとかあ目標値の、ね、予想を立てながら、まあ、シナリオというんですけども、 シナリオをね、えー、立てながら戦わないとですね、もう、あのー、勘のトレードになってしまうんですよね。まあそこでですね、えー、まあ短期トレーダーは何をやるかというとですね、まあ、大体の値動きをイメージしながら、この展開になったら、ここまで上がるから、ここまでね、リスクをかけていいかなとか、あるいはですね、この展開になったら、ちょっとね、えー、仕掛けるのはやめようとか、まあそういったね、えー、形で展開をイメージする必要があるんですよね。 その時にですね、注意しなければならないのは、勝率とリスクリワードはですね、相反するということなんですよ。あの、リスクリワードをね、良いトレードをすると、どうしてもね、勝率が落ちるんですよ。で、勝率が高いトレードをやろうとするとですね、リスクリワードがどうしても損なわれると。私のね、個人の考えとしては、あの、ある程度ですね、勝率を犠牲にして、リスクリワードをですね、追求する方がまあいいのかなと思っています。 まあ理由はですね、リスクリワードが1対2からね、1対4になることはね、えー、まああるんですけども、勝率がですね、例えば50%から100%になる、2倍になることはないんですよね。まあとはいえ、えー、ある程度ですね、リスクリワードと勝率のね、バランスを取りながら戦っていくというのもですね、えー、大切なのかなというふうに思います。当チャンネルでは、株をどこで買い、どこで売るか明確にわかるをテーマに動画を作成しております。 この動画を見て参考になった、役に立ったと思われる方につきましては、高評価ボタン、あるいはですね、えー、コメントをね、お待ちしております。もしね、よかったらですね、えー、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。あと、おっしゃるラインですね、お友達登録をしていただくとですね、えー、今回のようなですね、テクニカル分析のね、深い話をですね、していきますので、よかったらね、えー、おっしゃるラインにお友達登録をしていただければと思います。本動画をご視聴される上での注意事項になります。 ご確認ください。本日分析する銘柄につきましては、一応ですね、Twitter の話題株ランキングでですね、まあ、1位だったということで分析をしていきます。もしね、えー、コメント欄にですね、えー、コメントいただければ、その銘柄ですね、えー、分析していきますので、よかったらですね、えー、コメントを、ねえーまあ、投稿していただければと思います。本動画の構成であります。当初、前回の分析の振り返りと言い続けで、QD レーザーと ダブルスコープの分析を振り返った後、エニーカラーの分析。その後ですね、えー、リバマーの名言で締めていく流れになります。まずね、えー、9 d レーザーの分析から振り返っていきます。q d レーザーにつきましては、5月26日にですね、シュワシチャートをね分析したわけなんですけども、まあ、一応ですね、状況としては、まあ、694歳の、ね、ラインをですね、終わりに抜けてくると、まあ、一気にですね、えー、900円から1000円まで動く可能性が高いのかなと。そうでなければ、おそらくね、 えー、まあトレンドラインの上の方でね、えー、揉み合ってくるんじゃないかなと。この揉み合いを抜けてきたら、まあ900円か1000円までね、えー、この年齢動きでいくんではないのかというね、予想をしていました。でもしね、えー、揉み合いを下抜けしてくると、450円までね、落ちるんじゃないかなというね、イメージを持っていました。この分析がですね、えー、どうだったかと言いますと、ちょっとね、予想と違ってて、このトレンドラインですよね、ちょっと一個戻って、 このトレンドラインの上でね、えー、揉み合ってくるというイメージだったんですけども、ちょっとね、今ね、えー、現在の状況としては、トレンドラインの下ですね、赤色実践トレンドラインよりは上でね、いるんですけども、このね、えー、トレンドラインも下に揉み合っているということで、まあ、予想よりはですね、ちょっと弱いのかなというところですよね。で、もしこの揉み合いですね、えー、下抜けしてくると、まあ、450円のラインまで落ちてくるのかなというイメージですよね。上抜けしてきても、まあ、900、800円から900円ぐらい止められる可能性あるのかなというね、イメージを持っております。 はい。続いて、ダブルスコープの分析をね、振り返っていきます。ダブルスコープにつきましては、ちょっとね、えー、もう少し遡って、5月23日にね、えー、シュワシートを分析したんですけども、その時の、ね、イメージにつきましては、まあ、あのー、一気にね、えー、1500円のラインまで行くパターンと、一回ね、1000円付近まで押し目を作ってから反発して、えー、1500円のラインに到達するね、えー、パターンをですね、イメージしておりました。で、このその結果がですね、えー、どうだったかと言いますと、 まあ、後者ですよね。だいたいイメージ通りに動いてきているのかなというね、状況であります,す、ねえ。ちなみにですね、えー、その時の予想のね、まあ、あの、状況ですね。の状況はこんな感じですよね。値、え、動、ー、きの予想につきましては、この、ね、予想だったので、ほぼね、イメージ通りに動いているのがね、えー、確認できるのかなと思います。ですね。この後の展開としましては、一、まあ、回ね、えー、調整してくると思うんですが、調整時ですね、あのー、この青色破線のね、ラインですよね。えー、真ん中の破線のトレンドラインで止まって、 超えてくるかあるいはね、えー、このライン割ってくると、まあ、青色実践トレンドラインとですね、えー、この白いね実践トレンドラインの、ねえー、重なるところまで落ちてくるのかなと、大、ま、体、あね 1200, ね、1200円ぐらい止まって反発してきて、まあ、1700円ぐらいまくパターンかなと、でもしね、えー、この青色実践トレンドライン割ってくるとまああのその場合は、ですねね、えー、このおねもう一つ、一番下の白色トレンドラインまで落ちてくる可能性あるのかなと分析をしております。 はい。それではね、エニーカラーの分析に入っていきます。まあ、エニーカラーにつきましては、まだね、新規上場して間もないというところなので、まあ、戦略としてはですね、まあ、デイトレードから1週間の時間軸のね、イメージでシナリオを立てていきます。はい。現在ご覧のチャートはですね、2022年6月9日現在のエニーカラーの自己端チャートになります。 まあここからね、えー、展開を予測していく、ね、形になるんですが、これストップ高になっているので、このね、ストップ高に時間軸を合わせてですね、えーまあ、トレンドラインを、ね、ざっくり引いていきますと、まあ、こういうね、値、えー、動きになってくるのかなというね、イメージを持っています,です、ねえー。ここからね、まあ、いきなりもしかしたら6000とか6200円ラインまで行く可能性もあるのかなという,ふうにね、イメージを持っているんですが、もしかしたらね、えー、5800円から5900円付近で、 えちょっと下がってくる可能性もあるのかなというイメージを持ってます,ですねで。もしね、6000から6200円イに取れた場合につきましては、まあ、確率的には、ねあのー、5800円付近までには、1回下げ止まる可能性が高いのかなという、ね、イメージを持ってます。もしかしたらね、一気にいく可能性もあるんですが、まあ、それよりも1回調整を挟んでから行くパターンが、ね、多いのかなという、ね、イメージを持ってますね。 まあ、6700円からね、7300円あたりまで来る可能性があるのかなというね、イメージを持ってますね。で、えー、もしね、6000円から6200円あたり止まって調整が入ってきた場合につきましては、まあ、こういう動きですよね。意識されるについては5900円ですね。あるいは、もう一段下がって5750円ぐらいかなというイメージを持ってます。5750円を金までね、落ち着いたら一回ね、ここで揉み合いになるのかなというイメージを持ってます。 もみ合いになってで、トレンドラインにね反応してくるような状況だったら、ですね多分上に行くのか、下に行くのかね、市場がはっきりねあのー、意思を示してくるんじゃないかなというイメージを持っています。もしね上に行くんであれば、あのー、このねもみ合い、上抜けしてきて、まあ、もしかしたら、ね、調整はざまずに行くにいくかもしれないんですけども、まあこういうパターンをね想定しております。下に行く場合につきましては、まあ、トレンドライン、ね、割ってから、1回、ね、多分ね試しが入ってくると見てます,ですね。ね えまあ、このね、もみ合いの多分加減ぐらいですね。加減ぐらいに試しが入って、で、抜けないよとなった時にはですね、おそらく5000円付近まで落ちてくるんじゃないかなというね、イメージを持っております。エニーカラーの展開予測につきましては以上になります。はい、それではね、最後、リバマーの名言で締めていきます。株取引には、楽に金が儲かるといった印象があり、人を魅了するが、愚かで安易な考えから相場に手を出せば、 簡単に全てを失ってしまう。無知の対局にある知識は大きな力となる。はい、ということでですね、えー、サブチャンネルのお知らせですね。サブチャンネルではですね、えー、毎週火曜日と水曜日にですね、ライブのね、えー、分析をしています。ちょっと最近ですね、あの、パソコンの調子が悪いのか、通信のね、環境が悪いのか、ちょっとわかんないですけども、どっちかが原因でですね、あの、なかなかなんかあのー、 遅くなったりとかしてるんですけども、一応ね、えー、この曜日でやってますので、よかったらね、サブチャンネルの方にもですね、チャンネル登録をしていただければと思います。一応ね、概要説明らのにですね、あのリンクがあ掲載してあります。はい、今回のね、キーワードであります。 おっしゃるラインですね。お友達登録をしていただいてですね。そのおっしゃるラインのところでですね。220609と書き込んでいただくとですね。今回分析したこのですね。パワーポイントの資料がですね。無料で届きます。PDF になってですね。届きますので。よかったらね。おっしゃるラインにお友達登録をしていただければと思います。YouTube でですね。一番正確でですね。具体的な分析をね。するように心がけております。よかったらね。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 また、この動画を見てですね、テクニカル分析に興味を持ったよという方につきましては、もっとね、えー、濃い話ができるですね、おっしゃるラインですね、お友達登録をね、していただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。